どうもよろしくです。今回はですね、瀬戸大橋を見ようかなと思うんでね、これから宇多津海ほたるっていうね道の駅に行って、そしてまあ瀬戸大橋を見ようかなと思います。まあ、今日はね多少雲はあるんですけど、一応晴れてはいるんでね、まあ、綺麗に見えるかなっていうそんな感じで、はい、行ってみようと思います。いやね、いい瀬戸内海見れたんですけど、瀬戸内海っていうか瀬戸大橋ですね、はい、見えたんですけど、子供がちょっと怖かったんでね、はい、まあ、駐輪場の場所がね、あの子供の遊んでる広場の近くだったんで、あんまりね、あのゆっくりできなかったですけど、はい、まあね、いい瀬戸内海、そして瀬戸大橋見れたんでね、良かったです。さて次はね、まあ、同じくね近い公園なんですけど、まあ、次はね多分もうちょっとね人少なかったと思うんで、向こうでゆっくりしようかなと思います。この公園は無駄に広いんでね、バイクの駐輪場がいまいちねよくわかんないんですけど、まあこっちの方がね、まあ、ちびっ子の遊ぶ公園が近くない分安心かなっていうような感じになってます。本当どこに止めようかなっていう駐車場広いですからね、まああの辺にでもしようかな。ということでね、次の公園来てみましたよ。やっぱねこっちの方が、うん、駐輪場としてやっぱいいですね、はい駐輪場じゃない、駐車場かとしてはやっぱいいですね、はい、まあ、こんだけね、まあ、結構中にねあの先の公園人はいたんですけど、奥の方になってくるとね、まあ、あんまり駐輪というか駐車されないんで、はい、かなりゆったりとねあの泊まる場所咲かせるんでいいですね、はい、ではこれからねさすがにあのタワーには登らないでおこうかな。あれは使いませんけど、まあ、その横にあるね屋根だけ見えてるあの建物ですね、あっちの方へ行ってちょっとね見てみようかなっていうか眺めてみようかなと思います。こんな感じでね瀬戸大橋を見に来たんですけど、うん、こっちの方がね良かったですね。特にこうやって近くで、まあ、向こうのね展望台の方が近くに見えるんですけど、まあ、近くで見るにはこっち、そしてまあ海ほたるの方がね、まあ、瀬戸内海の方ですね、こっちも見ながら見れるんで、まあ、遠景で見るんだったら海ほたるの方がいいんですけど、まあ、こっちの方がいいかなっていう感じでしたね、はい。まあ、特にねあのそこに列車が通るんですけど、まあ、その辺もねよく見えますし、まあ、向こうだったらね遠くからなんであんまり見えないんでね、はい、やっぱこっちの方がいいかなと
いった感じで思います。まあ、今回ね瀬戸大橋タワーっていう方はね使ってないんで、まあ目の前のあれですね、あれは使ってないんですけど、それでもね十分に、まあ、近くで見れるんでね、まあより高いところからね見たいんだったらこっち使った方がいいですけど、まあ使わなくてもねうんいいんじゃないかなっていう感じでした。はい、まあね今回日曜日なんでね、うん、人多かったんですけど、まあ、それでもねやっぱこっちの方が、まあ、ちびっこの遊び具合としてもね密度的に緩かったんで、うん、遊びに来るなら絶対こっちの方がいいよなっていう、まあ、距離的にそんなね遠くないですから、うん、そんな感じに思ってたりもしましたね。はい、まあ、ゆったり過ごすんだったらねここに来て、そしてまあ瀬戸大橋眺めながら遊ぶのがいいのかなとかね、そんな感じでした、はい、まああとはね、まあ、帰るだけなんでこの辺でね終わりにしようかなと思います。ではね、ご視聴ありがとうございました。